もうなんかね、話聞いてて、僕ほら今の堀田さんとこう仲良くさせていただいてるんで、はいはいはい、まず鬼コーチってイメージがないです。ないですよ、ないですよ。ない。いい人なんですよ。全くないのと、あとそのやっぱり今お話伺ってる中ですごく印象に残ってるのが、うん、試合中に堀田さんもそうだし、例えば立野さんだったりとか、うんうん、高橋さんだったりとか、うんうん、コーチの皆さんもそうだと思うんですけど、うんうん、いいプレーがあって、うん、でそこでじゃあバスカン取りましたと、うんうん、でなった時に、うん、みんなでうわーってベンチが、うんうん、もう、ね、監督コーチ選手もう全然何も関係なくみんなでうわーってなってるのが、うんうん、なんか旗から見ててやっぱり、うんうん、いや素敵だなっていうのを感じてたんですよね、うんうん、でそれをすごくね今お話聞いてて感じましたね、うんうん、だからそういう盛り上がりというか、うん、もうすごく大切にしてて、うちはあのクラブでやっぱりあの人数も多いので、うん、ベンチ入りもできるだけマックスで、あと練習試合なんかも来たい子みんな連れて行ったりとかするので、うんうんうん、やっぱりベンチ外の子が多いわけですよね、うんうん、当然試合に出れるのは、まあ、1試合として本当に勝たなきゃいけないとかトーナメントになると、うんうん、まあ、使えて10人とか、うん、あのになっちゃったりするので、はい、まあ、試合によってこういろいろ出してあげられたり、うん、出せない試合も出てきちゃうのはもう当然しょうがないんですけど、うんうん、その中でじゃあベンチで残ってる子がただ俺って今日出れねえんだつまんねえなっていう顔されてるのが嫌なので、うんうん、ベンチにいるとこんな楽しいことがあるんだよっていうのを、うんうん、やっぱり体感してもらいたいんですよね。ベンチにいても楽しかったねで帰れると、うんうん、まあね、例えば2試合やって2試合とも1個も試合出れないっていう状況は作らないですけど、うんうん、そうなったとしても、あ、今日ベンチで超楽しかったねっていう言葉がすごく僕にはエネルギーになって、うん、はいはい、じゃあ、ね、まあ、実際僕は50今年1位になって、はい、でコーチ陣はみんな20代で若いので、うんうん、まあ、20代のノリと50のおっさんのノリは違うんだけども逆にまあ、僕は目上の人間になるので、その若い子たち、若いコーチからすると、うん、あの例えばそのヘッドコーチだったり監督の自分がこうブスッとしてて、はい、なのに、はい、若いコーチがキャー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 子供たちと盛り上がってると、うん、やっぱり盛り上がりきれないというか、うん、パッて見たら、うん、お父さんがなんかあんまり機嫌良さそうじゃないみたいな顔してると手がこう落ちるというか、はいはいはい、イエーイがこうなってくる、はいはい、分かります、それをさせないために、はい、まあ一番に僕が喜ぶという、あ、まあ、それはわざとやってるわけじゃなくて、うん、実際ずっとその中学の外部コーチやってる時から、はい、もう止めらんないので自分で喜びを表現、うんうんうん、止めらんないので、うん、もう盛り上がっちゃえと、その、うん、まあ、たまに審判の方にね、下がってくださいありますけど、でもまあね、そこはそこで、うん、てへっつってね、そうですね、でもやっぱりまあ、これはバスケに限らずかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱりその僕自身もそうで、うん、こういろんなスポーツに関わり持ってる中で、うん、ベンチだったりとか、うん、でお客さんだったりとかが、うん、こううわって喜ぶ瞬間っていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、そこを見るのがすごく好きで、うんうんうん、そうですね、うん、僕もだから B リーグなんかの試合見てても、はい、だからまあ例えばブザービーターだったりとか、うんうん、すごいギリギリのプレーでシュートが決まったみたいなだとか、はい、そうすると観客がわーって盛り上がるじゃないですか、うん、そこをこうパーンってこうカメラがわこう撮った時に、はい、その瞬間にわーって盛り上がってるところがめちゃくちゃ好きで、そうですよね、そこの方が涙が出るというか、わかります、くるんですよ、わかります、よくそういうねこう PR 映像とかでありますけど、うん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 、シュート残りじゃ2秒で、うんうん、もう負けてて、うん、でそれを放たないともう試合終わっちゃうので、で放つじゃないですか、うん、で放った瞬間のその2秒、クロックがてってってってこう減ってってるところと、あとその観客席とかベンチとかがみんなこうやってなんかね祈ってる瞬間とか、なんかああいうのを見てると、でそれが入る、みんながもう爆発してうわって喜ぶっていう、ね、全然知らない人同士ハイタッチしたりだとか、はい、抱き合ったりだとか、うん、そんななんか盛り上がりがこう好きで、まあ、それってまあスポーツの良さだったりとか、そうですね、そこに感動する人はたくさんいると思うので、うん、まあ、それを演出してるわけじゃないけど、はい、そういうチームに、したくて、で誰も知らない、例えば観客の中でうちのチームなんかのと全く知らない人が見た時に、うん、あのチーム盛り上がってるなだけでいいんですよ、あのチーム楽しそうって
思われることはすごく意識しているというか、うん、そうでありたいっていう気持ちはあるので、たまにまあ劣勢で勝てるかどうかわからない試合だとか、ちょっと点差が離されて追いかけるような場面になっている時に、まあ、うまくいかなくて、うん、そしたらベンチがこうシュンとする時もあると、うんうんうん、まあ、それは人間なので仕方ないし、うんうん、我々もどうやったら逆転できるか、どうやったら盛り返せるかっていうのを考えながら真剣にやってるので、ただせっかくシュートが入ったとかいいプレーしたとかっていう時に、そこも声も出さないとかっていうことはすごくチームとしても良くないことなので、逆にわざとそういう時はわざと自分から声を出して、いいぞいいぞっつって、ああベンチ盛り上がれよっていうのは葉っぱをかけることもあるし、まあ、子供たちもね、感情に赴くままにそう、いい時はいい、ね、ダメな時はダメってなってるので、はい、そこはコントロールね、できればなとは思ってます。でもバスケットボールもそうですし、そのメンタル的なところっていうのは非常に重要ですもんね。大きいですね、うん、やっぱり会場の雰囲気だとか、ベンチの盛り上がりとかで、うん、いいプレーが出るっていうことはあると信じてるので、うんうん、そこは、うん、大切にしたいところだなっていう感じがありますよね、うんうんうん。なるほど。ここまでお伺いしてきて、またなんかちょっと二重になるかなっていう部分もありつつなんですけど、うんうん、はいはい、どうです、そのバスケットボールの魅力っていうと堀田さんはどのあたりに感じてます？魅力、うん、そうだな、なんだろう、まあそのバスケットボールプレイヤーとしてもずっとやってきていて、はい、チームスポーツなので、はい、やっぱり一人じゃ何もできない、うん、まあできることもあるんですけど、うん、必ず例えばシュートをたくさん決める人とそうじゃない人が出てきたりだとか、うん、プロなんかもそうですし、うん、中学生とか小学生の特にエースみたいな子が決まってて、この子ばっかりシュートを打つ、うん、この子は全然点に絡まないねっていうのが出てくるんですけど、うんうん、はい、それでもやっぱりそのチームが勝ったりとか、うん、いい結果を残すためにはその子一人で勝ってるってことではないので、そのなんだろう、縁の下の力持ちというか、うん、プレイヤーそれぞれの個性があって、それがどれが生かされて、で、まあ、さっきの話、ベンチでいる子もベンチで声出してる子、ベンチでアドバイスしてる子、うん、例えばタオルを持ってきたり水を持ってきたりとか、うん、そういうことの役割もその勝利の一端になってて、うん、そこが融合してうまくいった時に、うん、一番気持ちいい勝ち方になるのかな、うん、それは多分バスケットだけじゃなくてもサッカーでも野球でもそういうのがあるんだと思うんですけど、うん、僕はずっとバスケットしかやってこなかったので、はい、バスケットの魅力からすると、うん、その5人のプレイヤーの融合と、うん、あとベンチワークとっていうところのそのところがまあ醍醐味というか、うん、確かにシュートを決めるとか、そうですね、それもすごく魅力だし、うん、単純に言えばもうシュート決めれば気持ちいいの、気持ちいいし、うんうん、逆に今度はディフェンスの方で相手を止めるだとか、はいはい、リバウンドを奪うだとか、うん、そういうのも、あとルーズボールを取りに行くだとか、うん、僕もルーズボールを取るっていうのは役割としてというか、うん、反応して、まあ、身長もないですしガードポジションだったので、うん、リバウンドを取るっていうよりはこぼれてきたボールを拾って、はい、グラウンドのボールを拾うっていう形が多かったので、はい、それを取った時にやっぱりそれが点につながったりだとか、うん、それでピンチを救ったっていうことは経験はあるので、そういう、まあ、スコア上は全く何も残らなかったりするものが、はいはいはい、勝利の鍵だったりするっていうのは、そうですね、まあ、どんなスポーツでもあると思うんですけど、バスケットってすごくそこがコートも狭いですし、そうですね、うん、分かりやすいというか、うん、だからそういうところが楽しいかな。あ、なんか聞いてて、そのスタッツっていうのはやっぱりこう細かく出てきて、うん、で数字も結構細かく出るじゃないですか、うんうんうん、でもそのスタッツの数字だけでは追えない部分っていうものもどうしてもあって、うんうん、さっきのルーズボールとかもそうですし、うんうん、じゃあディフェンスしました、うん、でそれでしっかりと止めました、うん、相手のターンオーバーを誘いましたって、うん、で他の選手がまあスティールでこう取ってったとか、うんうんうん、でもその前止めてたのはこの選手だよみたいなことっていうのはあるわけじゃないですか。そうですね、だからそこを指導してる側としても、うん、今見逃さないようにというか、はいはいはい、見ててあげる。あ、例えば
結果あいつがシュート決めたんだけど、その前にパスしたのはこいつで、うんうん、その前にリバウンド取ったのはこいつで、うん、その前にディフェンスを止めて相手に変なシュートをさせたのはお前だ、うん、お前のそのディフェンスがあったからこそこの点に繋がったよっていうのが、うんうんうん、こう追っていって分かった時に、やっぱりその子が止めなかったら点決められてたかもしれない、試合が終わってたかもしれない、うん、お前がリバウンド取らなかったら相手に取られてたかもしれない、うんうん、でそこをちゃんとパスをうまくつないだのはみんなだから、うん、でっていうことをシュート決めたやつに分からせておかないと、俺が決めたっていう、こう天狗になっていくので、なるほどですね、そこは、まあ、うちのチームとしては注意してますね。たまにやっぱりいますと、当然そういう気持ちでっていうか、そういうあの風に考えていっちゃう子はいるので、勘違いするなよっていう話を、はいはいはい、お前だけでやってるわけじゃないでしょっていうのを伝えますよね、うんうんうん、なるほど、うん、あのやっぱちょっとこうそこは違うんですよね、うん、まあ、自分が決めたのは確かに決めたのかもしれないけれども、うん、そこにはさっき堀田さんおっしゃったようにいろんな過程があって、うん、でその過程の上で最終的にそうなったっていうところが、うん、なんだろう、まあ、決めたっていうことを例えばタフショットとかを決め切ったっていうところで自信にもつなげては欲しいんだけど、決して天狗になって欲しくないというか、例えばそういうところもありますよね、ちょっとこう考え方が。そうですね、うん、だからエースと言われる人はやっぱりボールが回ってくる機会が多いし、そのなぜボールがその人に来るかっていうことからするとやっぱり信頼があるっていうことですよね。そうですね、うん、で信頼を得るためにはそういう周りの人たちにも気遣いができてると思うんですよね。自分が逆の立場になるパターンもあるわけなんで、やっぱりあのシュート決めて、例えばパスくれた子にありがとうみたいな、はい、ナイスパスって言ってあげるだけで、全然信用度は違うけど、俺様が決めてやったんだぜみたいな感じだと、やっぱり次パス来なかったり、まあ勝つためにはしょうがないパスしてたのが、だん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 そういうことじゃなくなってきたりとかすることも、ね、まあ、チーム内での不協和音を生む原因にもなるので、そこは、うん、言ってあげてチームが崩れないようにってことは考えますよね。なんかその逆の立場からのその今のお言葉をなんかすごく深く、うん、でやっぱり5人しかコートに出られない少人数じゃないですか、うんうんうん、でその中でバスケットって僕、まあ、長年見てますけど、うんうん、仲が悪いのバレません？バレますよね。バレますよね。来ないからね。そうなんですよ、うん、あの仲いいのもバレるんですけど、うんうんうん、仲悪いのもバレるなと思って、うんうんうん、それはなんかすごく見てて感じますね。そうですね、うんうん、相性良くないんだろうな、合わねえんだろうなってありますよね。ありますね、まあ、ずっと、ね、注視して見てると、うん、あこいつらハイタッチしたことねえなとかありますよね。そういうのはね、それはね本当に、うん、なんか感じるところはあるなっていうのはありますけど、うん、でもやっぱりこうね、もともとそのスポーツは楽しくて、でバスケットボールも楽しいものなので、うん、なんかみんなにそれを楽しんでほしいし、プレイする側も見る側も、うん、やっぱりそこをこう何か ね、 そうですね、まあ、プロでももちろんいいですし、学生の大会でもいいですし、うん、なんかこうみんなに楽しんでもらいたいなっていうのはありますよね。そうですね、うん、そう僕ら、まあ、U15 っていうカテゴリーを教えてて、はい、まあ、中学の先生もそうですし、小学校のミニバスを教えてる指導者の方もそうですけど、あの結局自分が教えてるカテゴリーの何年間かしかこう、うん、教えられない。そう、例えばずっと親であればまた別ですけど、はい、あのずっと教え続けて、例えばその子が日本代表になったり NBA 選手になったとしても、うん、ずっとその人が教えてるってことは不可能だし、まあ、現実的にありえないことなので、じゃあそのカテゴリー内で何を教えられるかっていうことを考えていって、で 僕の場合はその U15 のクラブチームという団体を教えるにあたって、まあ、じゃあこの子たちを次のステージ、じゃあ高校生だとか U18 のカテゴリーに持っていくために最低限これだけは身につけていってほしいとか、うん、これだけは持っていってほしい、まあ、心だとか、はい、あの精神状態みたいなのを伝えるしか方法がなくて、うん、全て例えばドリブルのこんな上手な技ができるとか、シュートでこんなすごいのができるだとかっていうのは、うん、もちろん今の自分じゃできないことも今子供はやるので、うん、上手なので子供の方がそれを教えるのは自分じゃなくてもできることだったりもするので、うんうん、じゃあ自分には何を教えられるかってことを考えて
指導には当たっていて、で結局さっき佐山さんが言った通り続いていくので、はい、僕はそのバスケットがもっともっと日本中で、うん、広まってほしいし、もっともっとメジャーになってほしいし、うん、今 B リーグができて、はい、ある程度の盛り上がりが見えてきたんですけど、うん、まだまだだと思うんですね、世界的に見れば、うん、まあ、そこをどうしたら、うん、バスケットがもっともっとメジャーになっていくかってことを考えると、うん、やっぱり見てくれる人がいないと盛り上がらないし、メジャースポーツっていうのは見る人がたくさんいるからメジャースポーツなわけで、うん、サッカーにしても、はい、野球にしても、はい、あの視聴率がいいとか、うん、テレビでやってくれるとかっていうのは、うん、そういうことだと思うので、じゃあそうなってくるにはどうしたらいいかってことは、見る人を増やす、バスケットを知ってる人が多くなるってことが重要だと思うんですね、うんうんうん、はい、バスケットなんか見たことないよっていう人が、うん、あ、見たら楽しかったね、うんうんうん、また次も見たいなって、うんうん、例えばプロ見たけど、うん、高校生どうなんだろうとか大学生どうなんだろう、はい、小学生だったらだとこんな可愛いんだとか、うんうん、いろんなところが出てくるので、そういう人たちを増やすために、うん、まあすごく時間のかかることだけど、自分が関わったその教えた子たちが先々大人になって親になって、うん、実際おばあさんにもなっていくと思うので、うん、その子たちがあのみんながみんなプロになったり、みんながみんなすごいプレイヤーになるわけではないので、うん、その一部 NBA 選手だったり一部日本代表になった子がいたとしても、それ以外はほとんどが普通のなんだろうバスケットを知ってる大人、はい、やったことがあるっていう、佐山さんも含め、はいはい、そういう人になると思うんですけど、うん、でその人がすごい厳しい指導を受けたりとか嫌な思いしてバスケットを引退したりしてると、うん、もうバスケットやらねえとか、うんうんうん、もう見たくもねえとか、うん、極端な話、はい、そうなっていかれるのは嫌なので、あバスケットって楽しいなっていうのをやっぱり最後まで、だから自分も50超えてまでバスケットやプレーを少しさせてもらってますけど、はい、そのプレーの楽しさと、うん、見る楽しさと伝える楽しさというか、うん、いろんなその方面の楽しさがあると思うので、はいはい、その人間の方がよほど多いので、そういう、うん、人間を増やしていきたい。あ、そうですね、それしか僕は育成というか、うん、育成プラス、バスケットを継続してやる人間を増やしていく、うん、まあ、体が痛いとか、うん、太っちゃったからとかっていう理由でやれなくなる人もいると思うんですけど、やれないけど見に行くのが好きだとか、うんうん、見たいだとかっていう人を増やしていくためには、うん、やっぱり楽しかったっていう、あの思い出が残らないとそこに繋がらないし、うんうん、そうですね、誰か知らない人を行こうよっていうその原動力にならないと、はい、そこのまず最初の部分として、子どもたちに親御さんにバスケットって楽しいんですよっていうのを伝えるっていうことを重きを置いてるというか、そうですね、うん、それが堀田さんのやっぱりもう第一の目標であり、うんうんうん、まあ、ずっと続けてそうですね、らっしゃることですよね。だからなんだろう、ずっと続けられるのかもしれないですよ。あ、逆に言うとね、うんうん、なんか勝ちだとか、例えばじゃあ、うん、インターハイ優勝だとか、うんうんうん、ウィンター優勝だとか、なんかの大会で一番になるとかっていうところを目標にしちゃうと、はい、それを達成されるともう次がないので、そうですね、じゃあ次何しよう、うん、でまた例えばレベルが下がっちゃったりすると、うん、すごく腰が重くなって、はい、そのモチベーションを保つのもめちゃくちゃ大変なんですけど、うんうんうん、そうじゃないので、とりあえず子どもたちが楽しんでる姿だとか、うん、成長する姿を見てるだけで楽しくて、でそれで続けられるので、うん、なんだろう、変なその欲はないので、だから毎年仕事のこう合間を縫って練習を見ることはできるんだなと思いますね、はい、すごいな、うん、本当